ご視聴ありがとうございます。前回の続き。巨大コンピューター企業、IBM は、1980年に、IBM PC を発売。しかし、ライバル企業が、IBM PC のコピー機を発売。IBM は、パソコンのコア技術を握る、マイクロソフトとインテルに、パソコン市場の主導権を奪われる。2005年には、パソコン事業から撤退。IBM が、パソコン市場で、主導権を握れなかった原因は、IBM PC の仕様のオープン化と、コア技術の外注だった。なぜ、IBM は、こんな行動をしたんだろう。まずは、当時の IBM の状況から、案内するよ。はーい。1970年代、IBM は、すでに、パソコン市場の拡大を、予測していたんだ。当時、ベンチャー企業が、次々と、パソコンを販売して成功していたからね。実は、IBM も、1970年代に、パソコンを開発、販売していたんだ。1973年頃から、自社開発を行っていて、1975年には、IBM 5100、1980年、IBM 5120、1980年、IBM システム23を、発表していたんだ。おお。結果は？大失敗。値段は、100万以上するし、重量は、20キロ以上。とても、市場に、受け入れられる製品ではなかったんだ。そんなところに、ベンチャー企業の、アップルのアップル2が大ヒット。1980年7月。会長フランク、ケアリー。このままでは、新興メーカーに、パソコン市場を奪われてしまう。パソコン開発の、プロジェクトチームを作り、我々、IBM が、市場へ参入するのじゃ。了解しました。こうして、IBM 社内で、IBM PC 開発の、プロジェクトチームが発足、プロジェクトリーダー。ところで、期限はいつまでです？1年。え？もう、我が社には、パソコン市場への参入チャンスは、残りわずかなのだ。頼んだぞ。は、はい。IBM PC 開発の、プロジェクトチームは、14名。資金は、潤沢にあるが、時間がない。しかし、プロジェクトは、成功させなければならない。さて、どうするか。アップル社の、アップル2が、なぜ成功したのか？それは、仕様をオープンにして、サードパーティに、アップル2用の、周辺機器や、ソフトウェアの開発を促進したから。特に、表計算ソフト、ビジカルクは、大ベストセラーだよ。なるほど。やはり、IBM PC も、仕様をオープンにして、サードパーティの、開発活性化を促そう。あと、問題の開発期限が、1年。以前、自社開発では、失敗しているし。それに、自社開発では、コストが高く、複雑で柔軟性に乏しいし、市場に合わせて、すぐに改良したり、価格を下げたりするのも難しいし、とても、1年じゃ、自社製品で、市場投入は無理だな。やはり、市場に出回っている、市販製品から、外部調達することにしよう。それなら、1年で、完成できるかもしれない。そうして、1980年8月の、IBM の経営委員会。我が社が、IBM PC 市場に、来年までに参入するには、自社開発の失敗と、Apple II の成功かな。IBM PC も、仕様をオープンにして、サードパーティーの、
開発活性化を促すことが必要です。また、自社開発では、コスト競争力、開発スピード、市場への柔軟性に欠けるため、市販製品から、アウトソーシングする、オーブン、アウトソーシング戦略が、我が社が、パソコン市場で、成功できる方法だと、考えております。経営幹部たち。うむ、よくわかった。それで行こう。よろしく頼むよ。こうして、IBM PC の仕様は、すべて、オープン公開され、ハードとソフトウェアは、外部調達されることが、決まったんだ。例えば、回路基板は、SCI から、ディスクドライブは、タンドンから、PC 電源は、ゼニスから、プリンターは、日本のエプソンから、供給を受けた。キーボードだけは、自社製であった。そして、周辺機器だけでなく、パソコンの中核技術に関しても、OS を、マイクロソフトから、CPU を、インテルから、というように外部調達を行った。こうして、PC の新規開発を、1年間という、短期間で、実行することが可能になったんだ。そして、1981年8月12日に発売されたのが、IBM 5150、パーソナルコンピューター、すなわち、初代、IBM PC だった。発売。そして、IBM PC は、予想を超える大ヒットとなり、パソコン市場は、毎年、倍々の成長。2000年になると、年間、2億5000万台出荷される、巨大市場へと、膨れ上がったんだ。やがて、IBM は、激しい価格競争に負けて、2005年には、パソコン事業から撤退する。でも、現在、出荷されている、パソコンは、すべて、IBM が、PC の仕様をオープンにしたおかげで、IBM PC の規格が、世界標準になり、現在の、パソコンの繁栄は、IBM PC のおかげでもあるんだよ。ビジネスで負けたけど、パソコンという、文化を残したのかもしれないね。ありがとう IBM。次回は、半導体業界の、巨人となったインテル、そのきっかけとなった出来事。IBM は、なぜ、インテルの CPU を選んだのか?について、ご案内します。